はい、じゃあ最後にね、裁判員裁判の合憲性っていう結構有名な判例、実は大法廷まで行って、まあ、そこそこ新しい判例なんで、皆さんに、一緒にこの判例を検討していくということにしましょう。つまり裁判員裁判の合憲性というのが問題になったんですね。実はそこに書いてある、その2行目に書いてあるんだけど、2009年の5月から裁判員裁判って始まったんですよ。裁判員裁判ってもちろん皆さんご存知ですよね。一定の重大な刑事事件について裁判官と一緒に我々素人が並んでやっていくってことですね。でこれ2009年の5月から始まるじゃないですか。そしたらそのスタートするときに、裁判員になりませんか、なりませんかっていうか、あなた裁判員の候補者に選ばれましたよっていうのが封筒が届くんですよ。封筒結構でかいんですよ。最高裁から届くから、当時はグレーの封筒かな、かなりでかいんですよ。いやいや、さっきからなんか封筒が届くだの、グレーの結構でかい封筒だの、なんか具体的に言ってるけど、なんでお前そんなの知ってんだっていうかもしれないけど、実はこの本当の第1回目の時に僕のところに届いたんですよ。僕選ばれたんです。うん、最初のところの段階で選ばれたんです。それで封筒開いたら結構でかいんですよ。結構びっくりするんですよ。うわ最高裁だと思って、で封筒開いたらあなた選ばれましたということで、なんか結構ね、分かりやすい冊子みたいなのが入ってるんですよ、ね、カクカクシカシカどうでしょうかとね、そういうのが入ってて、でただね、僕はその時はちょっと、そこの辞退事由の一つに該当してたんで結局辞退しちゃったんですけど、だから裁判員の裁判実際には僕はそこ行ってないんですけれども、最初の段階では結構選ばれたんですよ。だから何を言いたいかというと、皆さんだって選ばれる可能性ありますからね、これそのぐらいの確率で選ばれるんですよ。ところがこれ裁判員裁判って素人、我々みたいな素人がその刑事事件のしかも一定の重要な事件だから、例えばまあ一番わかりやすいのは殺人とかじゃないですか。でそういったものの裁判官と一緒に裁くってことになってくると、まあ言ってみりゃ見たくない写真見せられたりとか、それはしょうがないからね。そうだよね、殺害現場の写真とかさ、いや私は見たくないですって、それであなた死刑ですっていうわけにいかないじゃないですか。だからそれ見なきゃいけないんですよね。でもそんなの普通見たくないじゃないですか。それ見たくないよね。だからこれ結構問題なんじゃないかと。あとしかもその被告人、裁かれる側からしてもね、じゃあ僕らが殺人罪で起訴されたって言って裁判になって行ってみたらさ、そこに裁判員裁判ってことはそこに素人さんが座ってんだよね。でしょ、裁判官ならまだわかるけど、素人さんが座って判断するわけでしょ。もちろんそれは国民の視点を刑事裁判に取り入れるっていう趣旨だから当然素人さんに決まってるんだけど、裁かれる側からすればさ、そんな町の人に死刑って言われるのはどうなのっていうところもやっぱあるわけじゃないですか。ありますよね。だからそういうことがいろいろね問題となって最高裁まで行ったんですよ。でこの判例は面白いのは、どんな風に争ってるかっていうと、これが憲法何条に反するよね、これが憲法何条に反するよね、これが憲法何条に反するよねっていうふうに訴えていって、最高裁がことごとくいや反しない、いや反しない、いや反しない、だから結論は合憲だって持っていってるんですよ。だからまあ結論からも言っちゃうと、もちろん今は裁判員裁判やってるから言うまでもないかもしれないけど、結論としてはだから合憲だっていう結論なんですよ。問題ないという結論なんです、うん、じゃあ見ていこうか、見ていきますよ。はい、じゃあいきます。はい、まず憲法の問題ですよね。憲法は刑事裁判、いくよ、刑事裁判における国民の司法参加を許容していると。つまり憲法自身は刑事裁判に国民が参加するってことを別にそれは禁止はしてないと、許していると。でそれをどうするかっていうのは、その内容は立法政策に委ねていると。立法政策に委ねているっていうのはいつも言ってるけど、国会がどういう法律を作るかは基本的に裁量に任せてるってことです。基本的に国会が作ることですよと、法律を作ることですよって言ってるわけです。ではいきます。どんなことが問題となったか、まず一つ目からチェックしていきます。言ってみれば、裁判官じゃない裁判員が裁判体の構成員となっている裁判員制度なわけでしょ。裁判官じゃない人が裁いてるわけだよね。でこれは公平な裁判所とは言えないんじゃないのかっていうのが問題となったんですけれども、まあ要するに憲法32条だよね。だよね。だけど最高裁は何て言ったかっていうと、ね、まずここのところ争われたのはこの条文が争われました。特に32条だよね。裁判官じゃない、その要するに素人さんが裁判員のところに座ってるっていうのはこれおかしくないかということなんですが、結論から言うと十分に手続き的な保障がされているっていうことで、結論からいきますと、ここですね、憲法32条には
反しないというふうに言いました。まず一つ目、何を争ったかというと、この部分で争ったのは、これは裁判官じゃない、つまり素人が座ってるっていうのはおかしくないかっていうのをまず争いました。次、何を争ったかというと、これはね、次のところで皆さんと一緒に勉強することなんだけど、これね、76条3項っていうのを争ったんですよ。これ何かというとね、これ結局裁判員がいろいろ口出しをしていくわけじゃないですか。口出しをするわけだよね。そしたら裁判官っていうプロの裁判官が独立して仕事ができないんじゃないのかっていうの、つまり自分たちの仕事をその素人さんが、裁判員がいろいろ口出しすることによって独立性が害されるんじゃないかっていうのが問題になったんです。ただこれに関しても最高裁はこのように言っています。これに関しても、ここですね、裁判官の職権行使の独立性を保障することによって、他からの干渉や圧力を受けることなく裁判が公正に行われることを、志してはいるんですけれども、4行目ね、裁判員裁判のもとにおいても法律の解釈にかかる判断や訴訟手続きに関する判断は裁判官が行うっていうふうに、裁判官は裁判の基本的な担い手として法に基づく公正中立な裁判の実現がちゃんと図られてますよね。つまり何を言ってるかというと、結局裁判員裁判のもとにおいてもやっぱり中心にいるのは裁判官っていうのは変わらないと。法律の解釈であったりとかっていうのは裁判官がきっちり行っていることには変わりがないので、これは裁判員制度というのは裁判官の独立を規定した76条3項の趣旨に反するものではないということです。だから確かに裁判員がいろいろ言うかもしれないけれども、大事なところっていうのは裁判官がきっちりやってるから問題ないでしょってこと言ってるわけ。いいですね、いいですね、はい。じゃあ次に何を言い出したかっていうとね、まあ何を言い出したかって変なんだけど、これよくいろいろ考えたなと思うんだけど、要するに裁判員裁判っていうのは裁判官の中に素人さん、裁判員が混ざってるわけでしょ、混ざってるわけだよね。そしたらそういうのは特別裁判所なんじゃないかって言って訴えてたわけ。それ特別裁判所だろ、特別裁判所はダメだって憲法に書いてあるじゃんかって言って訴えてたんですよ。じゃあ皆さんに聞きたいんだけど、特別裁判所って何だったっけ、何だったっけ。そう、特別裁判所っていうのは最高裁をピラミッドのトップにした、このピラミッドの外にあるのが特別裁判所なんだよね。だけど裁判員裁判ってどこでやってるかっていうと、どこでやってるの、これ皆さん知ってるかな、どこでやってるの。地方裁判所でやってる、普通の裁判所でやってるんだよこれ。だからこれ地方裁判所の判断に納得いかなかったら高裁とか最高裁まで当然行けるんですよ、行けるわけよ。ってことはピラミッドの外ですか中ですか、どっち、ピラミッドの中の話なんだよね。だからこれは特別裁判所ではないわけです。これはもう明らかにそうなんですよ。ですので、次ここね、ここのところで争ったんだけれども、これは特別裁判所なんじゃないですかってことを争ったんだけれども、いやいやそんなことないよと。だって裁判員裁判に対しては高等裁判所への控訴とか最高裁判所への上告っていうのが認められてるよ、つまり普通のピラミッドの中でやってるに過ぎないよと。だから憲法76条2項前段が禁ずる特別裁判所には該当しませんからねって言ってるわけです。まあまさに確かにその通りなんだよね。いいですかね、いいかな、はい。で最後に何を争ったのかっていうと、最後にね、これはやりたくもない、そりゃそうだよね、死体の写真とかさ、バラバラ殺人の死体の写真とか血まみれの事件現場の写真とか普通見たくないよね、普通は見たくないよね。いや私は血を見ると興奮するんで大好きなんです、まあそういう人もいるかもしれないけど、普通は見たくないじゃないですか。それを言ってみりゃ無理やり見せるわけでしょ、無理やり見せるっていうか、まあ仕事っていうか裁判員だからしょうがないんだけど、それは意に反する区域に当たるんじゃないかっていうのが問題になったんですよ。これはなんか確かに、ああそうか、やりたくないことやらされるっていう意味で意に反する区域に当たるのかなってなんか思いそうなところありますよね。でこれに関してはこのように言いました。最後ね、これ問題になったところなんだけども、これは結論から言うと、裁判員の職務っていうのは、これは意に反する区域には当たらないというふうに持っていったわけですね。意に反する区域には当たらないと。なんで意に反する区域に当たらないのかっていうと、理由としては ① と ② 裁判員の職務等が司法権の行使に対する国民の参加という点で参政権と同じような権限を国民に付与するものでありますよねと。つまりこれ参政権と同じように考えればいいじゃないかと。それからもう一つはね、こっちの方が割と分かりやすいと思うんだけど、
さっき僕も言ったけど、裁判員にちょっと今回なれません、どうしてもなれないっていう場合は、ちゃんと辞退ができるっていうふうにしてるよねと。もしもどうしても今回裁判員やれないっていう場合は辞退ができるんですよ、ちゃんとした自由、正当な理由さえあれば。だから区役じゃないでしょって言ってるわけですから、今までの話を総合的にまとめると、まずそもそも論として、これなんかその裁判員とかっていう素人さんが座ってるじゃないかと、これは裁判を受ける権利を害するんじゃないかって言うんだけど、いやそれは害しません。じゃあ裁判官に対して素人の裁判員がごちゃごちゃ言うわけですから、裁判官の職権行使の独立が害されるんじゃないですか、いや害しません。それからこれは特別裁判所なんじゃないですか、いやいや高裁とか最高裁に持っていけますから、特別裁判所ではありません。裁判員って意に反する区役なんじゃないですか、いや正当な理由さえあれば辞退はできますから、意に反する区役ではありません。したがって全体的に見れば合憲ですというふうに持っていたわけ。いいですかね、大丈夫ですね。はい、ということでこの裁判員裁判の、判例なんですけれども、しっかりとね確認をしておいてください。はい、それではこのユニットはこのぐらいにしましょう。